東久留米市立図書館は東京都東久留米市にある公共図書館、中央図書館、滝山図書館、ひばりが丘図書館、東武図書館からなる。中央図書館は東久留米市による直接運営、滝山図書館、ひばりが丘図書館、東武図書館の3区間は2013年4月から指定管理者制度を導入し株式会社図書館流通センターが 指定管理者となっている。調整時代の文庫活動調整時代の昭和30年代半ば、久留米町は大規模団地が次々に建設され、1960年からの10年間で4.1倍という、東京都で最大の増加率を記録し、一時は人口約7万8000人で、町としては日本一人口が多かった。人口増加に、 行政の各種公共施設整備が追いつかず、団地の自治会や公務員住宅の住民活動から子どものための文庫が多く誕生したが、これらの文庫の活動は子ども絵本を手渡すサービスを行うとともに、行政へ公立図書館の設置を働きかけるという側面も持っていた。1970年8月、公立図書館の建設に向けた図書選定委員会が発足し、 1016冊を選定した。発足時の図書選定委員19名には、児童文学作家の古田たる平文庫の関係者3名も含まれていた。同年9月には、町内の7文庫が参加した東久留米地域文庫親子読書連絡会が発足。同年10月、久留米町は、市政志向市、東久留米市となる。婦人子ども図書館会館と、 中央図書館建設への動き1971年2月、市内の上の建築に面積39平方メートル、蔵書約5000冊の婦人子供図書館が開館する。これは、東久留米団地自治会が、その団地集会室で始めた自治会文庫を市に寄付したものである。同年4月には、団地自治会の働きかけもあり、移動図書館、久留米、号が、 巡回業務を開始した。この時期の東久留米市では、実地会と家庭文庫活動が公共図書館を作る運動を後押ししたが、中でも文庫連絡会会長や図書館協議会委員も務めた山本幸男の功績は大きい。1972年10月、文庫連は勉強会に日野市立図書館長の前川常夫を招兵し、講演。 新しい市民の図書館はどうあるべきかを行い、11月には市長及び教育長とそれぞれ懇談の場を持っている。こうして1973年には図書選定委員会を前身とする図書館、運営委員会が発足するが、役割としては購入図書の選定のみではなく、毎回理想の図書館のあり方が討議され、運営協議会的な性格を持つ会であった。 こうした中、中央図書館建設計画が、市の長期総合計画に盛り込まれた。翌1974年11月19日、ひばりが丘図書館が開館し、12月には、中央図書館の開館を見据えた図書館条例が制定された。東久留米市で市民が公共図書館建設のための運動が起こった、同時期、東京都は見延べ知事の下で、 区部と多摩地域の図書館設置状況の格差是正のため、昭和46年度から市町村に対し、図書館を新設する際に必要な建設費の2分の1の額の補助金と、開設後3年間の図書購入費の2分の1を補助するという振興政策推進を行っていた。東久留米市では人口急増により、学校の建設が急務であったため、 中央図書館建設において他市に遅れをとっていた。1975年9月、初代東久留米市立図書館長として、安世上智夫が就任して、ようやく中央図書館建設計画が現実的になるが、1976年、前年のオイルショックに伴う不況の影響を受けた、東京都の財政悪化により、図書館建設助成事業はわずか6年間で中断されてしまう。 しかし、新興政策の継続を願って結成された三玉の図書館を考える会に市民らが参加し、知事に質問状を出すなど熱心な運動を行って、最終的には図書館建設分の交付金8000万円を獲得する。1977年3月、中央図書館建設用地の購入費が議会で承認され、同年5月、図書館協議会で、 建設設計計画についての検討を開始する。同年9月には建設設計委託料900万円も議会で承認される。市政アンケートにおいては市民の中央図書館の利用したいという回答が87.5%と期待が高かった。1978年3月建設費が承認議決されると 同年6月には建設工事に着工するが、同年10月、後に黒い霧事件と呼ばれる汚職事件が発生し、当時の市長は隕石辞任、図書館建設工事が遅れる事態に陥る。この時も、文庫連は要望書や陳情書を出し続け、中央図書館が予定通り完成するよう市に働きかけていた。こうして、中央図書館は1979年5月に、 本体工事を終了し、同年8月4日に、待望の開館を迎える。開館4ヶ月の貸し出し数は、約8万9000冊、利用者数は、約3万7000人にもなった。廃止になった上野源図書館の後中央館、建設前の市の長期総合計画においては、上野原、ひばりが丘、滝山、青少年センター、浅間町、伸び止め、 南町地区センターの小規模7分館構想で図書館整備計画を打ち出していたが、1985年9月議会において小規模分館を廃止し、滝山、ひばりが丘、大門町の各地区に3つの中規模分館を作る内容が明らかとなった。この縮小構想に分館を望む市民の反対運動は起こるが、活動が実ったのは、 南町地区の自習運営図書館のみで、市が年間400万円の助成で、管理運営は市民が担う南町コミュニティ図書室開設が実現した。1987年に出された東久留米市立図書館基本構想での中央館1館、中規模館3館の構想に基づき、最初に滝山図書館が西部地域センターに移設された。 1980年代後半から1990年代、東久留米市の図書館は、利用率が市民の5割を超え、貸出冊数が人口100人あたり500冊以上で、図書館利用の活発な都市、活動水準の高い図書館として評価されている。1996年、ひばりが丘図書館が、南部地域センター内で、開館、1999年に、 東部図書館が東部地域センター内で開館し、中規模館3館すべてが完成すると、それまでの小規模文館と移動図書館は廃止されていく。上野現図書館の廃止については、市民による反対運動が起こるが、市の方針は変更されず、存続はかなわなかった。2000年代に入ると、2001年9月、多摩六都市で、 登録可能となる図書館共通利用カードを発行、近隣市との相互利用を本格的に開始した。2004年には図書館の公式ホームページを開設、同時にインターネット上で蔵書検索と予約が可能となり、広域利用の時代に移っていく中、中央図書館の開館30周年を迎える。2012年2月、市から地区間参観に指定管理者制度を導入する。 提案を盛り込んだ東久留米市立図書館のあり方に関する検討委員会報告が出される。図書館協議会は案に対し導入に慎重になることを求めていたが、その意見は反映されず、2013年4月、地区間3館の運営に指定管理者制度が導入される。地区間への指定管理者制度導入から3年後の2016年3月、市教育委員会に 第二次東久留米市立図書館のあり方に関する検討委員会報告が報告され、中央図書館にも民間活力の導入が望ましいという見解が示される。これを受けて、2012年当時の図書館協議会の委員長であった山口玄次郎は、指定管理者制度導入前と後の統計を比較し、 市民登録率が低下していること、指定管理者職員の定着率が低いことなどの問題を指摘、指定管理者制度導入の場合の職員の質とサービスの質の低下について主張、問題提起している。しかし、同年11月にはその報告を踏まえた今後の東久留米市立図書館の運営方針が提示され、11月と12月で2回にわたり、市民から パブリックコメントを募集、合計で379通の意見が寄せられた。意見の97%が方針案の見直しを求めていたが、2017年2月、市教育委員会は、平成33年度から、中央図書館と3つの地区間を一体的に運営する指定管理者を導入するという運営方針を策定した。東久留米市立図書館四環境通の休館日は、 金曜日、利用登録が可能なのは、東久留米市に在住、在学、在勤している者、隣接市在住者である。市外の登録者数では、新座市が西東京市の1952人に次いで多く、1495人。中央図書館が開館する以前の昭和50年度から、約20年間、児童文学家学者、評論家等に講師に招いて、 読書をテーマとした読書講演会を行っていた。市内在住者では藤沢周平、小暮正雄にははじめに古田樽平が講師となり、時には東久留米氏が舞台となった自作について市民に語っている。中央図書館開館10周年記念となる平成元年度は過去の講演会講師の手による直筆際に色紙の展示もいった。面積、 構造時計塔南側入り口に面した時計塔は東久留米市在住の環境造形作家中野のデザインによる1980年東京東久留米ロータリークラブの創立10周年を記念し、同クラブから寄贈された中野は時計を両手で支えている形を抽象化し協調の精神を意味してデザインしている時計塔の裏側から見た中央図書館 外観東久留米市西部地域センター賞は50年代に最も人口密度の高い滝山団地に開設された。市の長期総合計画策定後に設立した初の独立文館。市役所の出張所、老人福祉センター、児童館を併設した複合施設、西部地域センターの2階にある。東久留米市南部地域センター複合施設。 南部地域センターの2階に併設されている。東久留米市と西東京市にまたがるひばりが丘団地の中にあるため、西東京市市民の利用も多い。東久留米市東部地域センター都営住宅に、併設の複合施設、東部地域センターの1階にある。若い家族連れの利用が多く、隣接する埼玉県新座市民も、登録可能で多数訪れている。ありがとうございます。